スのツバメ軍団の皆さん、ありがとうございました。ツバメ軍団に大きな拍手を。改めて今日はスマイルのファンの皆様、本当に一日どうもありがとうございました。ありがとうございました。杉原さんね、アシスタントをしていただきましたけれども、はい、初めての参加者で感想はいかがでしょう。いや、選手の皆さんのこの見たこともない表情が今日たくさん見ることができて、私も楽しませていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、来年ネバーストップというスローガンが発表されて、本当にもう突き進んでほしいですね。本当にかっこいいスローガンですよね。はい、でこのネバーストップというスローガンなんですが、実は今日皆さんの球場正面でペイントボールを設けていて、参加された方も多いと思うんですが、あのペイントボールがこのスローガンに実はなっていた、はい、ということなんですね。ぜひあのお帰りの際にお立ち寄りください。はい、あ、そしてお付き合いいただきましたパトリックさん、はい、今日お世話になりました。ありがとうございます。楽しかったな、スタッフさんとね、杉原さんと一緒に、どうでしたか。いや、もうあの最後の借り物がね、一番あの一番楽しかったかなという印象ですけども、来年もありそうです。はい、そうですね。まあ、とにかくあのネバーストップというところでね、僕、はい、も来年、ネバーストップアナウンスで頑張りたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。そしてあの一つだけ皆さんにご案内があります。プログラムにアンケートの QR コードがあるんですけども、プログラムにある QR コードぜひアクセスして、アンケートに答えていただきたいと思います。皆さんのアンケート、貴重な、ね、アイデアにもなってきますので、ご協力お願いいたします。はい、ではそろそろお別れの時間が来たようです。今回のファン感謝で総合司会は私、フジテレビアナウンサー田淵優勝と、フジテレビアナウンサー杉原千尋と、そして東京クルトスワローズスタジアム DJ パトリックでした。どうもありがとうございました。